めっちゃクリアや。いきます。よっしゃよっしゃ出たよっしゃよっしゃ吸い込むようにしてきた。よっしゃおわ、久しぶりのバス。そして NZ クローラージュニア。静かに出たな。よいしょ、釣れました。ちょっとお腹にかかっちゃったけど、はい、釣れました。よっしゃ出た。よっしゃ、うわ見えた。よっしゃすごい。うわーすげえ。よっしゃ来た。めっちゃいい。ほら釣れた。嬉しいわ。これは飛ぶようにして食ってきたね。ゆっくり巻いてたらやりました。はい、皆さんこんにちは、なおです。今回はですね、この NZ クローラー、ジュニアですね、このルアーで、バスを釣ってみました。まあ、2019年12月ということで、まあ、結構もうねかなり冷え込んでいて、最高気温は10度下回っていて、最低気温はもうマイナス、氷点下って感じの、状況で、まあ、とてもトップで出るような時期ではないんですが、まあ、仮釣り場でね朝一、活性の高いタイミングで2匹釣れました。まあ、実際には他の、
その後の釣りでね、2匹ぐらい、釣れて、まあバイトもちっちゃいバイトだったんですけど、そういうのはあったんですが、まあしっかりとキャッチできました。で NZ クローラージュニアなんですけど、その元々は NZ クローラーというね、そのちゃんとした正規のやつがあったんですが、そっちがですね134ミリで、3オンスなので結構大きいサイズですね。これのジュニアよりこんな感じ、ジュニアが95ミリで1オンスなので、重量でいうと3分の1になっていますし、まあ、サイズ感で言ってもだいたい95、まあそうですね45、まあ5センチぐらいはだいたいいろいろとね、ボリュームが変わってくるので、かなり差があるなというふうに思いますね。で個人的に気に入っているのは、まあ、このネジですね。このヒートンにしっかりとこの羽が当たってくれる、なんていうかシンプルなデザインですけど、このヒートンに、当たってくれる時のこのウィングのねカショ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 っていうこの音がね重厚感すごくあるんですね。でこのウィングがプロペラ製ということもあり、デプスさんが、まあ、オリジナルで開発されてるらしいんですけど、ジュニアに関しては、0.3 ミリなんですね。この厚さが厚さ 0.3 ミリなので、ま、本件の方親の方が5ミリ、0.5 ミリなので、ま、ちょっと薄くはなっているんですけど、それでもねかなりしっかりと水押しをしてくれる。で水中で、ま、30センチぐらいのバスかなりチェイスしてきたんですね。その寄せる力っていうのはちゃんとありますし、だからといって、大きすぎないサイズ感なんで、そのなんていうかな、まあ、日本の中規模小規模ぐらいの野池とか河川、緩やかなその流れの、ね、川とかでも全然使えると思います。関東に住んでる私にとっては、NZ クローラーの大きいやつはねちょっとあれはあんまり欲しいとまで思わなかったですね。かっこいいなと思うんですけど、使いたいとまではちょっと思えなかったんですけど、このジュニアは、もう全然使えるなというふうに思いました。まあなんか価格に関しては確か参考価格は4900円ぐらい、ただもうちょっとあれですよね、転売とかされててかなりその倍の値段とか 1.5 倍ぐらいの値段になってしまうっていう感じではあるんですが、まあもしね、気になる方はちょっとこれ試してみてください。はい、まあそういうわけでして、今回は NZ クローラージュニアの実況動画撮ってみました。ありがとうございます。